ショータイム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですねこちらカーシー博士のセルフヘルプ術、はい、プリーズアンダースタンドミーと、うん、私自身を理解すると、うん、どうです実際何がですか。これをやり始めてあの、うん、NF、SJ、うん、まあなんか理解ができていくわけじゃないですか。はいはい。したなんかその人を見るときに、うん、あこの人 SP だなとか、あこの人 SJ だなとか、うん、NT だな、うん、NF だな、うん、NF はちょっと分かんないんですけど私、うん、人を見たときに、うんうん、あまあ見た目では分かりづらいかもしれない。見た目っていうかその雰囲気話してみて、うんうん、NF の人は分かんないんですけど、うん、SP と、うん、NT、N うん、分かります。 SP と NT は分かるなって気がしてます、うんうんうん。で話をしていくと、うん、あこの人 SJ だっていうのが分かってくるんですけど、うん、僕の中ではその体調と同じ NF の人がちょっと測りかねてる気がしているこの頃、うんうんはい、今日はそんな NF タイプの上司のマネジメントスタイルのお話をしたいと思います、はいはい、NF 型の上司、はい、民主主義的だが依存的、うんうん、人の可能性を引き出す触媒とあります、うんうん。NF 型のリーダーは、うん、人間味にあふれ、うん、人好きのする触媒型、うん、この触媒型っていうのは相手を意欲的にさせる人ですと、うんうん、NF 型のリーダーは相手の長所を引き出す能力があり、うん、何よりも人間を中心に考える人道主義的な人ですと、うんこのタイプは NT や SJ のように組織に焦点を当てるのではなく、うん、SP 型のように人との交流に注意を向けますと、うん、組織の中の人間一人一人に関心があるのですと、うん、他人との付き合い方は非常に個人的であり、うん、周りの人が成功できるように尽くし、うん、その人のキャリアを伸ばすことや人格的にも成長するための可能性をいつも探しますと、うんそういう意味でこのリーダーは人の可能性を引き出すいわば科学的な触媒の役を務めているのだと、うんうん、エニアグラム、はい、違う話なんですけど、はい、僕の中では今、うん、2か9かみたいなのが思い浮かんでくる、うんうん、くしくもエニアグラムでいうとタイプ9ですと、うん、で、うん、民主主義的な環境を作りますと、うんNF 型のリーダーが部下と働くときはまず部下の可能性を伸ばしてあげることに関心を持っていることを部下に伝えますと、うんうん、このリーダーにとってはスタッフの可能性を発展させる方が組織のシステムの向上よりも大事だと、うんうん、NF 型は生まれながらの民主主義者で参加型のリーダーであると、うん、人間中心にスムーズにことを運ぶのが得意で、うん、書類の処理や製品は後回しになってしまう、うんうん、分かりますそうですね、うん、民主主義的な雰囲気の中で働くのが快適で、うん、部下には共感しやすく、うん、また彼らの抱える問題も熱心に耳を傾け、うん、個人的な悩みまで心配してあげます、うんうん、時として他人に関わりすぎてエネルギーを使いすぎて、うんまあ、気がつくと自分のためのエネルギーが残ってないなんて、うんうんうん、あと確かに SJ はルール、うんうん、ルールを作りたいとか、うんうん、その NT みたいにこの新しいこと、うんうん、とか、うん、SP のように俺がやりたいことじゃないってことですね、うんうん、人のために人の可能性を伸ばすことがなんからしいですよね、うんうん、そんな気はします。気はしますね、うんで話術に長け的確な評価もできる、うんうん、話術に長けている NF 型のリーダーは、うん、組織のための熱心なスポークスマンになれると、うん、他人の進化を認めることにも優れていて、うん、いつも他人のいい点を探しいい点に気がついているよっていうことを伝えようとすると、うんうん、また人が言うことにも注意を傾け、うん、言葉や態度で多くのフィードバックをしてあげるので、うん、相手はリーダーのことは真面目に自分のことを気にかけて価値を認めてくれてるんだっていうのが伝わる、うんうん、でまた
ちゃんと言語にして、時と場合に応じて適切な評価を伝える。なんで あるライブで、見てくださった方が、エニアグラムタイプ Q の人とはとても人気があると、っていうコメントがあったんですけど、あ、まさしくこんな感じの方なのかなと。NF 型、まあ、NF 型いいんだよって。事件が起こった時も、なんでそんなことをしたんだ、っていうことではなく、OK やれることからやろう、大丈夫、君にもいいとこあるからっていうことですね、俺たちならできるよみたいな、まあ、みんな誰でも失敗するよねっていう。だからそんなこと気にしてちゃいけない、いいとこみんなあるからっていう、肝に銘じますっていうのは多分よく言う気がします、はい。で、自分よりも他人の欲求を重視しすぎる、またそれが過労になることもっていう、この触媒型のリーダーは人の成長に注目して、自分自身と自分が管理するグループが満足できるように頑張りますと、そのプロセスにおいて自分の欲求よりもむしろ他人の希望や欲求を重視することができますと、時にはまあ度が過ぎてしまって自分の欲求を叶えるのが難しくなってしまうこともありますと、他人の価値や権利が優先されて、自分のことがどうでもよくなる、SJ 型のリーダーエピメテウスですね、のように同じように NF 型のリーダーも疲れすぎてしまって、自分の仕事には個人的な報いがないように思えてしまうこともありますと、これを避けるためには当然のことだが、自分が行きたい方向、向かっている方向がどんなものかっていうのを確かめるためにも、優先順位などを変える見る必要がありますねと、自分のことを置きすぎるのも良くないよねと、疲れちゃいますよねっていう話ですね。頼られるとやっちゃうんですよねっていう、まあ、これがまたなんか一緒に働きやすいって言われるゆえで、理想主義者でありふれたこともドラマにする才能があると、NF の中でも ENFJ は天性のリーダーであると、残りの ENFP、INFP、INFJ 型はリーダーシップを発揮するにはやや努力を要するかもしれないと、彼らが熱望しているのは主体性と完全さを求めながら自己を追求していくことであると。彼らは理想主義者でカリスマ的で他人への共感が深く、日常のありふれたことをドラマティックにする才能があると、リーダーとしての長所は、熱意が新たになるたびにエネルギーが湧き出ると、触媒型のリーダーの管理スタイルの特徴は、カリスマ的な魅力、まあ、頼れる感じですよね、いいよいいよってカリスマ的な魅力と自分が率いている人々に対する貢献であると、他人には表現豊かに思いやりと熱意を伝え、所属する会社や一緒に働いている人々の長所を直感的に見つけ、その可能性を見る能力を持っている、でまた共同で作業をすることに優れ、民主的な組織のリーダーとして、組織のメンバーが各々貢献したことを票に出してあげる、SJ みたいに、できた人だけを評価して普通の人は認めませんみたいな、それは当然でしょみたいなことではないんですね、僕が前説教されたやつです普通にやることもすごいんですよってで組織の情勢をまた正確に読むことができると、でまた複雑な状況にも辛抱強く前へ踏み出すべきタイミングを待つこともできると、触媒型は組織とそこで働く人々の両方にとって有益なことを語ると、素晴らしいリーダーになれるはずだ、このタイプの持つ人並み外れたエネルギーは新しい熱意を持つことで爆発的にあふれ出てくると、ただまあその反面過去のプロジェクトには興味がない、ああ、ね、終わったことには終わったことには興味がないって、でロマンティックで楽観的な態度、もうくしくもエニアグラムで挙げたタイプ2、タイプ9、楽観ですね、楽観、はい、最高潮の時は特に他人の悩みを解決してあげる際などにリーダーとしての責任が大きな利点になると承知している、過去のことは気にせず、不愉快な出来事も簡単に忘れ、
愉快なことばかり覚えていることが多い。未来と過去についてはロマンティックになりがちで、人前では常に楽観的な態度を取る。たとえ悲観的になったとしてもそれを隠すことが多い。他人にはそのことで不快になってほしくないからだ。まずエニアグラムの話ばっかして申し訳ないです。この NF、タイプ6はないですね。なくはなくはない、まあ、すごい低い確率ではあるかもしれないですけど、すいません、もしかエニアグラムに興味を持っていただけたなら、はい、概要欄に貼ってありますので、エニアグラム、はいはい、で人を称賛する分自分も称賛されたい、触媒型のリーダーは他人にたっぷりと称賛を与える、人と一緒に働くときは人の言うことに熱心に耳を傾け賛同する、人に惜しみなく与えるので自分も人から熱意を持ってよく聞いてもらい、賛同してもらい、自分を満たしてほしいと思っている、こうした支えを得ることでこのタイプは非常に高い生産性を保っていける。しかし非難を持続的に受けたら落胆し、自分を認めてくれそうな場を組織の外に求めようとする、同僚や上司、部下からの評価の言葉に価値を置き、たとえそれが的外れであっても評価してくれた人の気持ちをありがたく思う。疑うことはあんまないんですかね、 SJN みたいに。疑うことはないんじゃないですか、いいこと言ってくれる人のところに行く。なるほど。で、触媒型のリーダーは否定的な言葉よりも肯定的な言葉を聞くことで意欲が出てくるので、他人や物事についても肯定的に見る傾向がある、褒め言葉は別に受けても嫌じゃない。嫌じゃないですよ。逆にこうネガティブな言葉は聞きたくない。もちろんそう、それはそうなんですけど、僕は、まあ、SJ、褒められるのも苦手っていうのがすごい分かるんですね、いいって思うし、逆に疑うしみたいな、本当に言ってんのみたいな、何が望みみたいな、っていうやっぱ違いがありますね、まあ、もちろんこう口先で言ってるのは、口先で言ってるなみたいなのはあるかもしれないですけど、リーダーとして考えられる欠点としては他人のために犠牲になる、NF 型のリーダーが他人の優先事項のために自分の時間を犠牲にしてしまうことが多いのは人間関係に敏感に反応するためだと、たとえ探し出してでも人の問題に首を突っ込みたいのだと、人のために気前よく自分の時間を使い、そのために会社以外での義務を無視したり、休養の時間さえ取らないことがあると、このタイプが生産的でなくなり動けないほどエネルギーを消耗してしまったのなら、リフレッシュするための時間を絶対に取る必要がある、取ってますか。まあ、取ってますよ。まあ、ずっとここにいますけどね。ここで撮ってます。なるほど、はい、あと、まあ、欠点としては好き嫌いで判断したり、八方美人になることがあるよと、運営の決断を下すとき、この触媒型のリーダーは組織にとって最善の方法かどうかということよりも、個人的な好き嫌いで決めることがある。わかります。ルールとかでもないですもんね。ルールとかでもなくて、この人と一緒にやっていけるかみたいな好き嫌い。なるほど。で、また部下の状況がよく分かっているだけに、部下のニーズと上司からの欲求の間に板挟みになることもあるよと、また対立している2つのグループの両方からそのグループのリーダーに見られることがある、要は反体制側もリーダーだと思ってるし、体制側もリーダーだと思ってたら、よく言うじゃないですか、分かるよ、あ、こっちも分かる、こっちも分かる。その状況が僕すごく分かります。もうよくあるやつですよね。よくある、はい、昔からなんかよくある気がする。そういう、なるほど、喧嘩してるグループ同士で、両方ともに好かれてるみたいな。僕はもうがっつりどっちかのグループにいますからね。で、なぜならこれはその両方のグループの言い分に耳を傾け、理解のあるコミュニケーションを取ろうとするからだと、それぞれの派閥はこの NF のリーダーが自分たちの立場に 100% 賛成だと思ってる、っていう他人の感情に共感しやすいところがこの八方美人になってしまうっていう欠点だよと。またその自分のセクションの上司から非難されたり、部内での物事がうまくいかないときはあまりにも簡単に自信を失い、
他人の失敗も自分のせいだと思う節があるなんて挙げられています、うんうん、でまた自主性を重んじすぎてチームが独創的に走る、うん、よく言ってますよねお任せってお任せそう良きに計れ、はい、僕はそれやらないですから、うんはい NF 型のリーダーは自分のセクションで働く人々が自由で自主的、うんうん、独創性でいられる雰囲気を作り出すことができるよと、うんうん、そのこと自体は健全な成長をもたらすことが多いが、うん、時にはこの自由さ自主性、うん、独創性のために、うん、組織の指示通りの作業を行われないことがあると、うん、すると NF 型のリーダーは非難の矢面に立たされ、うん、出世には望ましくない展開になることになるかもしれないと、うん、それはそうですよね、うん、この SJ 型のさらに上司がいた時に、うんうん、あれって、うん、で何やってたのってみんなで任せてましたでそれがねこのルールを守っていたなら、うん、俺責任持つけどさ、うんうん、僕がやれって言った方法じゃないねみたいなことはなんか容易に想像できますね、うんうん、結果が結果を出してれば問題ないです、うんはい、なんか出すこともあるけど出さないことも、はい、そうで、うん、出さない時にルールを守っていたならばそれは会社の責任ですよ、うん、監督が走れって言ったから走った、うんうん、それは監督の責任ですみたいな、うん、お前たちの好きなようにやってこいって、はい、出すわけですから、ねはい、あとは不快なことを避ける傾向がありますよと、うん、特に、まあ、その他に NF 型のリーダーが注意しなければならないのは不愉快なことを避ける傾向があると、うん、困難に直面するのを先延ばしにしているうちに、うん、それが消えてなくなることを望んで、うん、望んでるな、うん、しかし、まあ、一時的には切り抜けられたとしても、うん、結局組織は組織の問題なので、うん、自分の問題であれ組織の問題であれ、うん、大きくなるだけですよと、うん、あとは、依存的な関係を作るところもあると、うん組織の中で犠牲になっているものを助けようとすることで、うん組織への忠誠心と個人への忠誠心との板挟みになってしまうこともあると、うん、このようなことが起こらないように懸命に努力はするがしまいには依存的な人間関係を作ってしまう結果になるので周りの人は助けやアドバイスを求めてべったりと頼り、うん、その注意を引きつけようとして NF 型のリーダーのエネルギーを、うん吸い取ってしまうとこの触媒型はなんでこんなことになったのかっていうのが分からず、うん、何度も同じ状況を繰り返すっていうのは、うん、エニアグラムタイプ2によくありがちな感じですかね、うんまあ、9もありそうですあなるほど、うん、ただまあこの付き合い方の特徴としては、うんまあ、仲間からは人気抜群ですと、うん、同僚とは仲良く付き合うことができて人気が高い、うんうん、特にこの人との接触を常に望むような外交型の NF 型は、うん接触の機会を自ら探すタイプだと、うん、社交でも職場でも仲間と一緒にいるのが楽しくてしょうがない、うん、でまた頻繁に連絡を取って個人的なつながりを求めるなんて書いてあります、うんうんうん、またチームの潤滑油として触媒型のリーダーは個を大切にする人間中心の考え方で自分のチームを率いて、うんその方法が社会的な結果についても説明できると、うん、もし会社にこのタイプのリーダーがいなければ仕事の環境は冷たく無味乾燥で人間味のないようなチームになってしまうよと、うんうん、でまたこのスタッフはチームに仲間意識がないものを不満に思うだろうと、うんうん、そういう点で NF 型が必要であると、うんうん、たとえまた優秀なシステムがあったとしても、うんこんな NF 型のリーダーがいないと本来人々の人間の能力が発揮できなくなってしまいますなんてなんでこの NF 型のリーダーはどんなタイプともやっていける才能があると触媒型は広報活動に並外れた才能を持ち組織の優れたスポークスマンになれると自分の熱意を他人に伝える能力を持っているからだとどんなタイプの人ともうまく付き合うことができて顧客に会社を売り込むことができる、うん、また組織内でもこのスタッフはこのリーダーと働けば、うん、働けば、うん組織や自分の部に対して良い印象を持つだろうと、うん、なのでこの触媒型のリーダーは、うん、創造と運営の自由を与えれば、うん、存分にいい仕事をしますよと、うん
なんで逆にそれとは逆に従うべきお決まりのルーティンがあまりにも多いと不満を持つ、うん、ここはまた SJ とは違うところ、うん、不満を持つ。自分が縛られたくないから縛らないんだと思うんですよね、はい、好きなようにやれ、はい、自分が好きなようにやりたいから、はい、僕は多分ルールがあった方がシステマチックだし楽だしみたいなっていうところがある SJ でございますと。退屈なんですかね、はい、退屈なんですかね、ルーティンがね、ルーティンが、はい、変化もないですしね、うん、チームメンバーに好かれる、うん、チームのメンバーは NF 型と働くことを喜び、うんうん、このリーダーが協力的で自分たちの気持ちを理解してくれる人だと認める、うん、でこのタイプは SP と同じように仕事を楽しみに変える才能を持っているというところでございます、うんはい、なんかこうやってやっていくためにちょっとずつなんか理解が深まり、なんかエニアグラムも面白いんですけど、うんうん、なんかこっちの方がなんかすごくしっくりくる部分は、はい、そうですねなんですよね。なんか自分の人生を見ている気がしてます、うんうんうんはい、でここで今マネジメントを、うんやってきたので、うん、次からはプライベートライフ、うんうんまあ、恋愛のシーンとか、うんうんうん、その辺もちょっとタイプごとの違いを取り上げていければなと思ってます、うんはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。